どうも。この会社のデータベースを解析してみたんだけど、いろいろと興味が湧いちゃって。すぐ近くで見せてもらいたいんだけど、構わないわよね。はぁ、面倒なことは嫌いなの。お仕事開始ね。どうせなら、キャリアアップにつながる仕事をお願いするわ。ハッカーだからって、どこにでも侵入できるわけじゃないわ。私はできるけど、冷蔵庫は常にいっぱいに補充しといてね。私、炭酸がないと頭が働かないの。私は、体よりも頭を使うのに特化してるカウンターなの。もっと丁寧に扱ってよね。うん、リーフノード？私が設計したサポートマシーンよ。脳まで筋肉でできてるような間抜けどもよりは、ずーっと有能なのよ。プライバシーは保証されるんでしょうね。リーフノード、君の出番よ。ふむふむ。今回も儲かったわね。電子戦、スタンバイ完了。弱点を攻めるのは私の得意分野よ。私の完璧なキャリアに傷がついたじゃない。ムキムキなおじさんたちの中に放り込まないで。息が詰まるのよ。体調？見くびらないで。これでも特務部隊の一員なの。へえ。いい装備使ってるじゃない。アップデートは済んだわ。早速、テストに取り掛かりましょう。やっぱり運動って、ろくなものじゃないわ。はぁ。腰も肩もすっきりしたわ。また揉んでもらってもいい？はぁ、チャットじゃダメなの？ふふん、資本主義万々歳ね。振り込みは結構よ。取り分は勝手に抜き取らせてもらうから。ご講説どうも。もう帰っていいわよね。